ポポポポポンンンンンまあ、それにしてもね、まあ、衆院選が19日から始まるっていうことで、本、ま、当、あ、いろんな動きが、えー、あるなと、きょうなんかね、都民ファーストの会の、えー、国政新党の、えー、ファーストの会っていうのが、まあ、擁立を断念すると、えー、いうね、なんかあの会見は何やったんやっていうね、ほんま、荒木。 千春代表でしたっけ、えー、この方も出ないっていうねなんか弱からへんなっていうか、えー、まあ、そういう動きがあったりねまあ、本当にいろんな動きが、えー、あるなっていう風に思うんですけどもまあ、やっぱその岸田内閣の、ね、支持率っていうのも気になるなということでまあ、今日、えー、時事通信がですね岸田内閣が発足した、えー 支持率っていうのをあの出してるっていうのは、まあ、ここも興味深いなと、まあ、これが、えー、支持率がなんぼだったかというと 40.、40.3%と、えー、安倍・菅内閣の発足時に及ばずということで、まあ、やっぱり低いと、やっぱり全部、あのー、ほとんどのマスコミにおいて、えー、やっぱり岸田内閣発足の支持率っていうのは低いっていう、まあ、この傾向っていうのは、やっぱり変わってないと。 えーいうことでね、あのー、時事通信だと、えー、安倍内閣発足じゃ54.0%とで、菅内閣だと51.2%と、えー、ということで、やっぱり10ポイントぐらい低いなというのがです、ね、まあ、これがやっぱり衆院選にどういうふうに影響するのかなというのが、あのー、気になりますね。 だからそれがやっぱりこの今、衆院選がねいろいろ近づく中で、まあ、野党もですね頑張っていかなあかん、与党も頑張っていかなあかんということやと思うんですけれども、まあ、ただ、この事実視で興味深いのは、やっぱり政党支持率がですね、やっぱりその政党支持率で見ると、事実 の政党で見ると自民党がですね、27.4%で圧倒的なんですよね。で、野党第一党の立憲民主は3.8%と。まあだからもうおよそ7倍ぐらい。 えのですね、差をつけてるっていうのが、やっぱここが、その、まあ内閣支持率は低いんですけども、ええー、野党大統領立憲民主党とか大丈夫かいなっていう、ここが不安要素かなっていうふうに思えると。ただやっぱその支持、政党支持なしっていう層がですね、やっぱ58.8%と、これも圧倒的なんですよね。 だからまあここでその衆院選でですね、まあ、どっちに動くのかと、ね、自民党の支持に傾くのか、自民党に入れる人が多いのか、それとも野党に入れる人が多いのかっていうところに、まあ、あのかかっているかなっていうふうにはあの思いますけどもね、まあ、でも本当なんかもう内閣支持率がまあ40%ということで、まあ、ご主議相場っていうのも、 えー、全く、まあ、ないと言っていいのかなと、ただこ、やっぱりこ何が要素なのかというと、やっぱりこの G 通信でも、ですね、えー、閣僚と自民党幹部の顔ぶれについては、ですね評価しないが30.3% 30. で、評価するの21.9%上回ったと、まあ、これ、やっぱり人事がやっぱりあの足引っ張ってるのかなと。 やっぱりその幹事長のね、まりさんが、あの、やっぱり政治と金の問題で、えー、あの過去あってね、大臣辞めたっていうのがありましたから、まあそれがやっぱり大きく響いてる形かなと。まああとやっぱ僕は安倍さん、えー、とかですね、あと麻生さんの、あの、顔がですね、岸田さんの後ろにちらつくと。まあそういうのも影響してるような,なんか気しますね。う まあ、あとこれ、これも時事通信なんですけども、やっぱその、えー、不支持率、えー、がですね、18.8%で、えわ、ー、からないっていう回答が40.8%を占めたということで、やっぱわからないっていう人も圧倒的に多い。 40.8%、えー、岸田内閣の支持よりもわ、えー、からないという人が多いということで、やっぱここがね、あのどういう,うにそに投票行動に影響するのかなっていうのは、気になるとこではありますね、うん、まあなんかこう、なんていうんでしょうかね、やっぱその岸田内閣が、まあ、岸田さん自体はそんななんか、 悪いイメージっていうのはないんですけども、ただやっぱり、まあ、地味なのは地味なのかなと。で何がやりたいのかというのは今のとこ、ろまあ、いまいちわかってないと。これが一番大きいのかなと。でわからない、えー、状況で、あの、投票に行く人がどれだけいるのかなっていうのも気になりますね。やっぱ投票率とか、まあ、それによってもですね、この衆院選の結果っていうのが、 変わってくるのかなとでやっぱり自民党の,あの情勢調査というのも、ね、昨日もきょ、えー、日,日も話してるんですけども、えー、やっぱり当落線上の議員議、えー、投落線上の方が40人ぐらいいてると、えー、ということで、まあ、これがさらに増えるのかあの、増えないのかっていうのも、やっぱり、まあ、この辺がね、ひ 繰り返ったら、あの岸田さんにとってもです、ね、まあ、まりさんにとっても、行きたいかなということは言えるんじゃないのかなと、やっぱり自民党は実際どうなのかというのも、ですね、まあ、すごくあの、本当にこの個々の選挙区とかで大丈夫なんかなっていうのをですね、まあ、気になるんですけども、まあ、ちらっと。 聞いたところによると、えー、やっぱり、あの楽勝っていうところはなんか少ないっぽいですね、うんまあ、それはもう野党も一緒やと思うんですけども、野党なんかやっぱり、よ、え、り、ー、やっぱり与党よりも、あのなんていうんでしょうかね、やっぱり権力が全くないわけですかね、野党側っていうのは。そういうことからいくと、まあ、かなり、あの、 なんていうんですかね、まあ、どっちも真剣勝負っていうか、そういう衆院選になる可能性がですね、まあ、高いのかなと、うん、これで野党が良かったとかね、内閣支持率が低いから野党が有利とか、えー、例えば与党はダメとかですね、そういうことが一概に言えるかどうかというのはまだ分からへんのちゃうかなっていう、まあ、気もしますね。う まあでもなんかもういろんな動きがね、あると、あのー、なんていうんですか、この、えー、この衆院選もね、衆院選の日っていうのは自民党っていうのはその演技担いだりするのが好きなんですけども、まあどっちも、えー、 国示日も仏滅で、えー、東海標日も仏滅っていうね。まあ、これも、あの、なんでこの日を選んだのかなっていうのもすごく、えー、やっぱり気になるところで。やっぱそれは、えー、今日ね、あの、先ほど喋ったように、ファーストの会、えー、小池都知事の動きっていうのを、 小池新党の動きを察して、えー、1週間早めたのかなと、まあ、だから、仏滅、仏滅のこうダブル仏滅選挙に、えー、なったんじゃないかという指摘もね、なんかあの、してる記事もあったと思うんですけども、まあでも、それが良かったのかどうかですよね、本当、こう早まったのか、早まってないのかっていうのが。 まあ今のね、静岡の,あの参院補選でもですね、まあえー、自民党と野党候補が接戦になっていると、えー。普通だったらですね、自民党の候補が、まあ、あの今回は、ね、野党も分裂してるし、野党もまとまってないからですね、まあ、自民党が圧勝してもおかしくなかったのに、まあ、急にこう差を縮められているというのが今の静岡、えー、参院静岡補選ですね。 まあこれがまだね、まああの、勝つかどうかっていうところまでは分かんないんですけども、まあもしこれで負けたら本当に、えー、自民党の単独過半数っていうのが、あの、危うくなる可能性だって出てくるのかなと。うん、でやっぱその内閣支持率もね、こんだけ低いと、まあやっぱりこの衆院選への影響っていうのは何かしら出てくるんじゃないのかなというのは思いましたね。うん、まあただ、ただファーストの会が、えー、あの、 候補立てないと、えー、国政進出はですね、あの今回はあのやす休みと、えー、次の国政選挙の進出に意欲というふうに出てるんで、まあ、ここであのなんか立憲民主党だけに影響があの出るんじゃないかというふうに思われて、 いるる人もと思うんですけどやっぱり自民党にもねやっぱ都議選で影響出たんでね、やっぱり自民党としても助かったっていうところは、ね、あるんじゃないのかなというのも思うんですけどもね、まあでもこれではね、やっぱり本当にこう40%ですから、まあ下手したら3割台に行っても、えー、おかしくない状況って言えると思うんでね、だそういう意味でもこう与野党、ね、本当に真剣に。 ならないとあのどっちも危なっかしいんちゃおうかなというふうに思いましたけどもねチャンネル登録よろしくね。